やかんでるぞ。沸騰してるぞ。僕です。すいません。気がついたら火止めてあげればいいのに。なんか言ったか。え、なんか聞こえた。どうも手持ち無沙汰でいかんな。そうですね、まだ2日目で買ってもわからないし。こんな時はラジオ体操だ。は？職場の朝はラジオ体操だ。するんですか？しないのか？いや、そういうわけじゃ。止めないけど、やるんなら外でやってくれよな。篠原、たった5人の仲間じゃないか。なぜ気持ちよく参加できん？俺はね、そういうのが嫌いなの。いつまでも好き嫌いを言ってるんじゃない。全員参加だ。なんでそうなるんだよ。お湯沸かしたんですけど、お茶がなくて。左右でもいいですか？お茶っぱくらいちゃんと買っとけ。昨日の今日でそれは無理だよ。リスト作って後で買い出しに行かなきゃね。お茶代って総務から出るのかな。来客用ならともかく、自分たちの分は出ないでしょう。前の会社では1人月2000円カンパ集めてましたけど。2000円は多くないか。残ったお金は積み立ててお誕生日のケーキを買ったりするんです。お誕生日積み立ててってのがいじましい。とりあえずどうします？左右でいいですか？第一招待のを分けてもらったら。あ、それいい。誰に言えばいいんでしょうか。誰でもいいんじゃない。私頼んでこようか。お願いできますか。やめんか、みっともない。それよりラジオ体操はどうなった？だからやりたきゃ一人でやれよ。あ、隊長、おはようございます。おはようございます。はい、おはようさ。どうでもいいけどさ、学校だね、まるで。まあいいや、昨日の日報早いとこ出してくれや。それ誰が書くんです？日直当番。まだ決めてなかったの？じゃあ決めて、くじ引きでもじゃんけんでも何でもいいからさ。ね、できたら隊長室持ってきてちょうだい。ほんじゃ手っ取り早くじゃんけんにしようぜ。おお、いいだろう。どうせ順番に回ってくるんだしな、誰から始まっても大差あるまい。ですね。よし、最初はグー、じゃんけんじゃん。あ、ひろみちゃん後出し。あ、すいません、何出そうか迷っちゃって。細かいこと気にするなよ。そりゃアスマ勝ったからいいだろうけど。そうさ、俺たちの勝ちをどうしてくれる。泉さんと山崎さんで再戦するってことでどうでしょう。うん、妥当な提案だな。勝った人たちは冷たいね。泉さん、後出しした僕が悪いんですから、当番は僕からでいいですよ。そうはいかないよ。でも。じゃあひろみちゃんとじゃんけんする。なんか釈然としないけど。いいんですか？うん、最初はグー、じゃんけんグー。グゲ。よし、泉以外は全員ラジオ体操、行くぞ。え、行くんですか？いいから来い。篠原、先に行ってっからな。来いよ。あー、鬱陶しい。1998年4月10日金曜、天気晴れ、出動場所、あれ、どこだっけ。あれ、地図。ここが上野駅だから、ここか。大東区。大東区って読むの。エバって言わなくてもいいじゃない。教えてるんだよ。はいはい、はいは一つでよろしい。はい、私は北海道の人間です。あなたに北海道の地名が読めます。黙って書けんのか。うん、あのさ、出動場所なんだけど、最初はお寺のとこだったじゃない。うん。それからほら、公園の方に移動したでしょ。そういう時はどう書けばいいのかな。そう書けばいいんじゃないの。出動場所、お寺から公園。それじゃどこかわからん。上野のって入れればいい。普通住所とか書くんじゃないか。おお、なるほど。結構面倒だな。
次は出動内容。テロリストの乗ったピッケル君を捕まえるためでいいのかな。なんだよ。さてハンガーの様子でも見てくるかな。ちょっと、もしもし、おい、行っちゃった。出動内容、違反走行する篠原重工製山岳作業用レイバーピッケル君制止のために出動。朝八王子を出たはずの機体が渋滞で立ち往生してしまったので、こっちから出向いて首都高上で初期設定をしました。高速の高架から飛び降りるのは怖かったです。乗務員前で待機している時、篠原巡査が太田巡査の頭がもげたと叫んでいるのを聞いて、恐ろしくなると同時に、ああ、私は警察官になったんだな、ということを初めて実感しました。講習中、まず使うことはないだろうと言われていたリボルバーカノンでしたが、いきなり使うことになってびっくりしました。まぐれとはいえ、当たってよかった。しかし、新品のイングラムをいきなり片腕にされてしまったのは腹が立ちます。あんまりです。このまま犯人を逃してしまったのでは、アルフォンス、かっこ、中、1号機の愛称です。かっこ閉じ。に、申し訳がないと思い、泉は頑張りました。とどめは、落とされた右腕によるロケットパンチです。何もかもが初めて体験することばかりで、あっという間の一日でしたが、レイバーを悪用する人がいなくなるように、これからもアルフォンスと共に戦っていきたいと思います。報告、警視庁警備部特殊二課第二小隊泉ノア。あのな泉。はい。小学校の作文じゃないんだから、もうちょっとなんとかならんか。書き直しですか。これはね、規則で一応5年は保管することになっとるわけで。だ、例えば5年後にだよ、なんかの表紙に泉がこれを見るとするわな、どう思う？いや、あの頃はういういしかったなとか。悪いことは言わないから書き直しなさいね。シュン